か。そうですか。どっちがいいですか。今日は、うん、そのままで。今日はそのままで。了解しました。皆さんこんにちは。三井の日常です。でこれからちょっとトレーニングに行きます。エニタイムに。背中かな？背中をがっつり追い込んでいこうかなと思ってます。結構今日雨降るかなと思ったけど、そうでもないね。今はですね、東京に来てます。今日ちょっと体重計持ってきてなくて、朝の体重測ってないんだけど、多分昨日よりは落ちてると思うかな。プライベートルーティーン、その日によってカメラマンが変わるからね。いっぱいいるらしいです、カメラマン。トレーニングしたら今日は映画を見に行こうかなと。久しぶりに YSP をね、今日ね見ようっていうことになったんで見ます。その前にしっかりトレーニングして追い込んで、ワイピース、ワイピース。普段構わないんだけどね。あ、おかしいな今日。YSP ね。YSP です。YSP です。失礼しました。今日はそんな感じの一日になります。はい。多分ジム空いてるから動画も撮れると思うんで、しっかり全部撮っていきたいなと思います。トレーニングの動画も。はい。到着しました。
外と人多かったね、この時間ね。でもいいトレーニングができたから。これから奈良ポートに行ってワイスピン。今日はね、IMAX っていうやつ初めて見るんだけど、映画久しぶりだ。つまみながら行かないとね。そうですね、やっぱトレーニーだからさ。カタボリックになっちゃうね。カタボっちゃうからさ、穴掘らないと。穴掘りっくりしないとね。了解です。ということで、枕になってしまいましたが、映画見てきました。めっちゃ良かったです。なんだっけ、ワイスピ。これからちょっと公園にね、遊びに行くんで、遊びに行くっていうか夜景を見に行きます。ちゃんと見えるかわかんないんですけど、初めて行くんで。セブンイレブン行ってきたんですけど、これかます、スムージーね。なんだっけ、ヨーグルト、ダブルベリーヨーグルトスムージー。うん、タンパク質 26g 取れるパンです。はい、とネギ、九条ネギ味噌、美味しそうですね、これも。あとはちょっと脂質高いけど、まあ 10g 以下なんで OK かなっていう。まあ今日カロリー全然ね取ってないっていうのもあるから、とりあえずかりんとうまんじゅう食べちゃいます、今日は。で、あともう1食分買ってあるから、まあ帰りに食べながら帰って、まあ、今日の食事は多分以上になるかなっていうところで、思ったより体が絞れてくるのが早いから、まあ、結構こういう休みの日とかはね、外でコンビニとかでいろいろ買ったりして食べたりとか、お店行って食べたりも全然するんだけどね。うん、